声優サニーサニー前バル店サニーは、福岡県、熊本県、大分県、佐賀県で展開しているスーパーマーケットである。1963年8月29日に、設立された株式会社サニーが運営していたが、2008年7月1日に、株式会社声優が、九州合併し9月1日付で、合同会社声優に改層、同社が運営している。 福岡市で当時地場資本の百貨店として営業していた岩田屋は1960年4月に他社との共同出資で福岡市に株式会社シロ屋を設立し同年6月15日に福岡市の菓子団地にスーパーマーケットを開店したのが同グループの量販店事業の始まりである。翌年1961年10月9日には岩田屋の出資で福岡市に スーパーマーケットの株式会社グランドストアサイトを設立し、同年11月10日に西鉄名店街近いにスーパーマーケットを開店した。本社は福岡県福岡市中央区天神2丁目11番1号の岩田屋本社内に置かれ、その後福岡市中央区清川1丁目8-18、福岡市中央区平尾2丁目20番35号に置かれた。全国で 百貨店と提携して、スーパーマーケットチェーンを設立した、伊藤忠商事と共同出資で、1963年8月29日に、株式会社サニーを設立し、岩田屋本社内に本部を置いたのが、当社の始まりである。そして、同年11月18日に1号店として、熊本市水前寺に、水前寺店を開店したのを皮切りに、九州各地へ店舗展開を進めた。 その際には、株式会社シロヤや、株式会社グランドストアサイトが先行して、設立されていた経緯もあり、当初は、株式会社シロヤが団地内での出店を行い、株式会社サニーはそれ以外の場所への出店を行う、ことで住み分けを目指していた。しかし、品揃えなどの面で、株式会社シロヤが苦戦したことから、1985年までに、包店と原店の2店以外は、 当社が継承することになった。また、石油危機で物価が高騰したのを後期と捉えて、事業拡大をするとともに、1974年6月には、本部を、ニュー、平尾店内に移転して、コンピューターを導入するなど近代化も図った。その後、1981年3月に、ベスト電機とフランチャイズ契約を締結したのを、皮切りに、1982年4月に、 太陽ストアと資本、業務提携。1983年2月にスーパーや前と資本、業務提携するなど、提携戦略も進めた。なお、グランドストアサイトは後に株式を西日本鉄道に売却、西鉄グループとなった後に、同じ西鉄グループの民に吸収され、西鉄民となり、さらに西鉄ストアに吸収されている。 2001年8月28日に連結債務超過に陥っていた岩田屋が再検索の一環として保有する株式会社サニーの発行済み株式47.7%を約38億円で声優に売却することを発表。これに伴い同年11月19日に臨時株主総会を開催して声優グループの SSV の海老根正勝会長が 社長に就任した。その後、2004年3月26日には、声優が、伊藤中商事保有の全株を取得して、出資比率を約88.8%に引き上げて、同年4月1日に声優グループと運営を一体化し、同年6月1日には声優が、グループ外保有の全株式を株式交換で取得して、同社の完全子会社とされることになった。そして、 2005年9月1日に、声優営業統括部長が社長を兼務して、経営を事実上一本化し、2008年7月1日に、株式会社声優に、九州合併されて、法人としての株式会社サニーは消滅することになった。合併直後の2008年11月5日に、サニー南熊本店を開店したが、声優が、 その後2012年3月28日に西友筑波地区園店を開店するまで出店を凍結した。2015年2月時点で福岡県に69店と熊本県に6店の他に佐賀県と大分県に各1店の合計77店舗を展開していたが同年3月末までに南熊本店を含めた11店を閉店し同年4月末に 大きい店を閉店するなど不採算店の大量閉鎖を行うことになった。なお、残った店舗は、サニーの店名で引き続き店舗を展開するとしている。合併後も店名については変更せずに、声優が運営している。2015年5月現在、福岡県60店舗、熊本県3店舗、佐賀県、大分県に、各1店舗の計65店舗を営業している。 なお、九州北部においては、親会社の声優ブランドよりも、旧来のサニーブランドの方が知名度があるせいか、もともと声優店舗だったのを、サニー店舗に転換するケースも見られる。このためか、福岡県内では、声優の大型店舗、ブランド、ザモールを除くと、声優ブランドは一店舗もない。福岡市、編集中央区、編集店舗面積2233。 平方メートル。開店時に、岩田屋本社内から当店内に本部を移転した。渡辺通り、住吉通り、日赤通り、城南線が交差する渡辺通り一丁目交差点付近に立地しており、2001年3月1日、渡辺通り店として、新装開店した際には、総菜やパンなどの即食商品に力点を置いた、品揃えを行っていた。 店舗面積987平方メートル。1974年6月に本部を店内に移転。店舗面積488平方メートル。店舗面積496平方メートル。店舗面積814平方メートル。博多区、編集2001年3月1日にマイカル九州から営業場とされ、同年5月19日に真相開店した。 店舗面積3612平方メートル、エレレ、博多と飛吹や跡地に建てられた五福町ビジネスセンタービルの各テナント。サニーちゃんが現存する珍しい店舗。東区、編集店舗面積1716平方メートル。店舗面積450平方メートル。店舗面積2020平方メートル。店舗面積499平方メートル。南区。 編集店舗面積1143平方メートル、延べ床面積約2200平方メートル。直営店舗面積1077平方メートル。店舗面積1219平方メートル。白屋がサニーのボランタリーチェーンとして開店した。店舗面積1488平方メートル、延べ床面積約1951平方メートル。 直営店舗面積1488平方メートル。店舗面積1350平方メートル。延べ床面積約1895平方メートル。直営店舗面積1350平方メートル。西区編集店舗面積1251平方メートル。直営店舗面積2190平方メートル。 ウエストコート名の浜の店舗面積9589平方メートル、延べ床面積約16138平方メートル。店舗面積2765平方メートル、延べ床面積約4264平方メートル。直営店舗面積2765平方メートル。2001年3月1日にマイカル九州から営業場と 同年5月19日に、真相開店した。城南区、編集店舗面積622平方メートル。店舗面積2090平方メートル。店舗面積1060平方メートル。店舗面積987平方メートル。沢楽、編集店舗面積559平方メートル。店舗面積629平方メートル。店舗面積1021平方メートル。 97年12月より、藤崎店から名称変更。また2階には、カルチャーセンターがあるが、かつてはサニーによる運営であった、店舗面積1305平方メートル、延べ床面積約1875平方メートル、直営店舗面積1305平方メートル、店舗面積569平方メートル、店舗面積1048平方メートル、 旧城や店舗面積1695平方メートル、延べ床面積約2295平方メートル。直営店舗面積1695平方メートル。北九州市、編集店舗面積1465平方メートル。店舗面積939平方メートル。久留米市、編集店舗面積1706平方メートル、延べ床面積。 約2208平方メートル。直営店舗面積1169平方メートル。店舗面積1498平方メートル。延べ床面積約2090平方メートル。筑後市、編集店舗面積2000平方メートル。延べ床面積約2938平方メートル。筑紫野市、編集店舗面積1499平方メートル。 延べ床面積約1995平方メートル。直営店舗面積1499平方メートル。かすが市、編集店舗面積756平方メートル。店舗面積1587平方メートル。延べ床面積約3895平方メートル。直営店舗面積1587平方メートル。 店舗面積1404平方メートル。延べ床面積約1485平方メートル。直営店舗面積1404平方メートル。胸方市、編集店舗面積758平方メートル。店舗面積1284平方メートル。岩田屋などの共同出資で設立したスーパーマーケットの株式会社森林都市ショッピングセンターとして開業した。 糸島市、編集直営店舗面積2282平方メートル。中川市、編集店舗面積1480平方メートル。店舗面積1499平方メートル。延べ床面積約1995平方メートル。直営店舗面積1499平方メートル。店舗面積2380平方メートル。延べ床面積。 約2975平方メートル。直営店舗面積2380平方メートル。か谷や編集その他、編集店舗面積900平方メートル。店舗面積1469平方メートル、998平方メートル。サニー1号店、平成28年熊本地震により被災し、改修を断念して解体。 店舗と駐車場の立地を入れ替える形で、2017年4月27日、再オープン店舗面積1043平方メートル。直営店舗面積1451平方メートル。店舗面積4143平方メートル。延べ床面積約5844平方メートル。直営店舗面積2500平方メートル。福岡市、編集9。 サニー、駅団地点の跡地に入居していた、ワイドマート、駅団地点現在は、ダイソー福岡駅団地点店舗面積822平方メートル。店舗面積984平方メートル。旧サニー山へハイマートカドタワイドマートドラッグフード、駅団地点ダイソー福岡駅団地点店舗面積1123平方メートル。 店舗面積454平方メートル。直営店舗面積1100平方メートル。西陣エルモールプラリバの店舗面積2208平方メートル。延べ床面積約29,398平方メートル。西陣岩田屋の営業していた時点で出店していた。西陣岩田屋の開店当時は、 岩田屋の地下食料品売り場だったが、1995年秋から1996年2月末に、かけて西陣岩田屋の全館改装が行われた際、系列のサニーに運営を任すことになる。これにより1996年2月29日に、九州初の百貨店内スーパーマーケットとして開店。西陣エルモールプラリバ後も営業していたが、 建物の老朽化などを理由に、西陣エルモールプラリバが閉店し、それに伴って、サニーも閉店となった。店舗面積1371平方メートル。店舗面積1011平方メートル。店舗面積614平方メートル。店舗面積2316平方メートル。北九州市。 編集店舗面積1212平方メートル。延べ床面積約1855平方メートル。直営店舗面積1212平方メートル。カジヤ富のショッピングタウン。サニー6号店店舗面積954平方メートル。レッドキャベツ。岩流市場特力店ゲ UR。特力団地における商業施設の中核であった。久留米市。 編集店舗面積499平方メートル。店舗面積499平方メートル。夢マートスワの開店当初は FC 店であった。1999年に直営店となる。胸形市、編集店舗面積793平方メートル。店舗面積301平方メートル。その他、編集店舗面積692平方メートル。 店舗面積647平方メートル。店舗面積1100平方メートル。レガネットミスズの森店店舗面積3400平方メートル。延べ床面積約4376平方メートル。サニー5号店、サニー2号店店舗面積613平方メートル。店舗面積2198平方メートル。 店舗面積736平方メートル。店舗面積299平方メートル。熊本阪神地下食品売り場の約半分を占めていた。カリーの下通り地下駅階部分。フェスタカリーの下通り UI マートニコニコ堂。南熊本店跡地に建てられたアクティ熊本の各テナント。店舗面積299平方メートル。夢マート侵害。 株式会社サニーによる運営の頃は会員カードによる割引や金一債といった親会社の声優とは異なる独立性があったが次第に声優職が強まる中で最終的にこれらはすべて九州合併前には廃止された現在は店名の違いを除けばほとんど声優店舗と変わらない形態になっている1961年11月19日に 有限会社主婦の店、朝倉鴨田店として設立し、1968年3月に株式会社主婦の店サニーに改組した後、1972年7月に株式会社サニーマートと解消した。高知県などに店舗を置くスーパーマーケットチェーン。長野県のスーパーマーケットチェーン。1966年4月23日に発売された。 日産自動車の大衆車の名称、ありがとうございます。